3つ目こちらです。じゃん。次の世代って自分だと思う。はい。ということで、これはどういう話でしょうか。ちょっとまあ暗い話。うん。うん。まあ暗くもないんだけど、うんうん、僕はすごいポジティブなポジティブなんだけど遠征的なんですよ。ポジティブなんだけど何？遠征的って要は根が暗いポジティブなんですね。あ、根暗なポジティブ。そうそう。複雑だな。まあ、そうなんですけど、はい、歳時地とかがあったじゃないですか。うんうん、それで、はい、その時に自分が何をやったらいいのか全然分かんなくなっちゃったんですよね。うん、で、まあもちろん今もその F1、まあ、福一のこととかは、まあ、これから何世代こう続いて多分影響を及ぼしていくことだろうと、まあ、それどころか、あんなことがあったことをの反省もせずに本当に景気回復が大事とか、まあ、世の中の風潮っていうのはそんな風になっていて、なんかあって最近ちょっと自分の中でも、まあ、ちょっとプライベートなことになりますけど、うんうん、まあ、いろんなことがあって、はい、で次僕たちは今本当に何をしなければいけないんだろうかっていうことをやっぱりすごく考えてね、うん、でよく言うのがやっぱり自分たちの子供のためにって、ね、そうですね、うんうん、で自分自身は本当に今52歳ですけど、うん、自分の次の世代に物事を何らかの形でこうつないでいく、はい、ことっていうのをやっぱりしなければならない年齢にはなってきたなってずっと思っていて、うん、はい、これね本当に数日前に思ったんです。実は数日前に思ったんですけど、思いついたんですけど、まあ、さっき言ってたそのインドとかネパールとかをずっとフォローしてたりとかしてて、はい、輪廻の手相は、うん、生まれ変わりみたいな、そうですね、うん、次の世代とかね、前世とかね、うん、来世とか、はい、でやっぱり僕もその人ってやっぱり自分の体があって、で魂っていうのは、うん、魂ってどこにあるの、何、一体それは何なのかっていうか、まあ、誰にもわからないものとしてあるんだけど、うん、だけどやっぱり間違いなくあるよなって思った時に、その魂っていうのは死んだらどこへ行くんだろうって、うん、体は滅びるけれども、その魂っていうのは同時に滅びるもんなのか、そうなのかと思った時に、やっぱりそういう輪廻思想と出会った時、これやっぱりあるなと、うん、ちょっと目の当たりにしたりとかいろいろあったんですけど、やっぱり間違いなくあるよなと思った時に、うん、はい、そうかって、うん、例えばその福島の処理って何世代もかかりますよ、子供たちのために僕たちは本当に少しでも明るい未来を作らなければいけないじゃないかって、そういうことをやっていきたいなと思うのは間違ってないです、うん、正しい。だけどその次世代って自分なんじゃないか、うん、輪廻的な考えで言ってこういうふうに思えると、私それにすごくいいじゃないかなっていうふうに思いましたよ、うん、なんか今のそうだな、私の親世代70代とかの、うん、うちの親とかと話してたら、うん、どうせ俺生きてないから分かんないよ、うん、お前ら若い世代で考えろよ頑張れよみたいな、うん、ここまで露骨じゃないですけど、そういう雰囲気のことを言うんですよ。もうなんか無責任なみたいな、これから私はもう子供がいるので、うん、子供世代からしたら本当にど真ん中の大事な大事な大きなお話なのに、そうですよね、と思うんだけど、うん、高橋さんの話聞いてたら、その子供世代の話だっていうのすらもうなんか無責任な気がしてきて、うん、あ、自分の話なんだっていうふうに、本当そう、ね、そう思うんだよね、うん、本当にそこでやっぱり本当に自分の目の当たりにするのは自分自身だろう、はい、自分自身だろうと思うし、まあ、もしかするとその世代の時に同じように福地さんとこうやって話してて、今の時代ひどいよね、どうしようねかねっていうのは、もしかすると話してるかもしれないし、はい、もしかしたら、うん、僕たちは恋人同士になっていて、僕が徴兵に行ってるかもしれない、あ、はい、恐ろしいですね、本当ですね、そんなこともないから本当に怖いですね。だけどそういうことが、うん、夢物語ではなくて自分の身のことなんじゃないかってやっぱりすごく思うようになったですね。私これ今日高橋さんに伺って、ぜひそういうこと、いろんなこと、そうですね、原発のこととか、う
なんかそういう、そうだな、戦争、海外と の, その戦争のことや、なんかそういう話になった時に、はい、うん、もうどうしてもこう自分より年上の人と話した時と、あの年下の人と話した時との温度差、うん、何とも言えないこのギャップ、うん、これはやっぱり自分のこととして、生まれ変わって今本当に自分が当事者真っただ中になるんだよっていうことを、うん、本当に考えてほしいですね、うん、で、まあ、上の世代もそうだし、はい、実を言うと若い子とかがやっぱり仕事の派遣ってリアルに考えてなかったりするじゃないですか、うん、これまたそうかもしれない。で、うん、その辺っていうのはやっぱりすごくこの日本っていう国 の, その教育のシステムの問題なんだと思うんですけど、うんうん、要は自分で物を買うことを考えて自分で結論を出すっていう教育システムができてないので、はい、与えられた答えにたどり着くまでが勉強であるっていう、うん、日本ってやっぱりそういう国なので、うん、まあ、そこら辺自体をやっぱりすごく何とかしていかなきゃならないんだろうなって、うん、でだけど本当にそういうことを何とか しないでそのまま放り投げて別にいいよどうせその時は俺なんか死んでんだしさと思ったら目の当たりに、うん、あのすごく後で困るのは自分です、うん、なんでコンカリーニョやってるかって言われ、まあ、質問されるわけですね、うん、あの辛いわけですよ、うん、もちろん貧乏だし、うん、いつでも倒産できますからねうちみたいな、なんだけど本当に大変なわけです、うん、でなんでやってるのって言われて、世界平和のためですって言うんです。でうちなんかこう理事会があって僕とかは平気でそんなこと言うじゃないですか、うん、ただまあ苦笑されるわけですよ、だけど、うんうん、高橋さんは本気でそう思ってるからということをみんな知ってるわけです、はい、なんかね、だけど本当に今回インドがやってる、例えば舞台でやってる、例えば本当に人が豊かに平和に暮らせるための何億という方法、何億何十億という方法のうちの一つだっていうふうにやっぱりすごく思っていて、うんうん、それは多分あの福さんがこの札幌人事館、はい、時間というのをやってる、はい、やっぱり共通だと思うんですよね。あの今乗っかるわけじゃないですけど、私も札幌人事館は大きく言うと世界平和のためにやっています。これあの真剣に真面目にそう思ってやってます。あのそのうちの本当に小さな小さなあの一滴だと本当に自分で思ってやってるんです、まあはい、そんな、はい、普段からそのことをね大量に言ってるわけじゃないですけど、うん、気持ちの根っこの部分ではそういうところって本当にありますだよね。そうなんかね、うん、今さっきの例えばあの次の世代って自分のことじゃないかって、はい、まあ、そういうことにもつながるんですけれど、はい、どんな職業であっても、うん、本当に僕たちがやってることって本当に自分たちっていうか人の心を豊かに平和に暮らせるために僕たちは今の仕事をしてますよって意識をみんなが持ってたら、うん、あのこんな世の中にならないんですよ。あの、うん、これだけは本当にそう思うんですよね、うん、なんか今すごく、まあ、それこそやっぱりさっきの福市とかの話に戻っちゃいますけど、はい、うん、あの帰還できなかったりとか、うん、いろんなそれでやっぱり自殺者が増えたりとか、ね、うん、いろんな不幸なことがあるわけじゃないですか。だけどそれでも景気回復が大事だったりするわけですよね、うんうん、だけど本当に自分たちにとって大事なもの、あの豊かなことって何なんだろうなって、それはだけどお金じゃないと思うんだよね。うん、天の尺いいこと言う。イエス。でも本当だって舞台でやってる、例えばこの稲垣役者さんにしたってそうだし、うんうんうん、例えば福さんにしたってそうだし、はい、経済的にはね多分しんどいんですよみんな。そうですよ、めちゃめちゃしんどいんですよ。そうですよ、だけどね、はい、あの俺なんかも本当にこの50歳過ぎて典型的な 無貯蓄世帯なわけですよ、うん、もう先のことなんてどうでもいいっていうかないわけです。だけど、俺時々思いますよ、自分って豊かだなって。あの自慢してるわけじゃないけど、自分は本当にこう例えばスーツを着てね、一生懸命会社で働いてね、不満を不平をこう自分の中に押し込めて、うん、帰りに焼き鳥屋さんによってこう口をこぼす同じ50代の中間管理職のことを考えたら、うん、なんて俺って豊かなんだろうって思う、うんうんうん、こんな生き方もあるっていろいろ提案できる、若い人たちにいろいろ提案のできる
大人になりたいなとも思いますね。そうですね、うん、あ俺ね、はい、あれ面白いですよ。だけど若い子とかにこんなの提案するとあこんなんでも生きていけるんだいや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 、もう本当に、まあ、こんなのとりあえず生きてはいけるんだなみたいな。いやもうね、あの素敵な舞台をたくさん作っていらっしゃいますから、これからもあのコンカリーニョ他いろんなところであのご活躍ですけれども、はい、あのやっぱりこう今ご覧の方にはあのライブとか舞台とか、ね、音楽とか、うん、はい、踊りも全部含めて、いろいろ舞台に、ね、かけ、出かけるって一番なんかあの地元で、ハッピーをみんなで共有できるっていうか、すごく素敵な時間だと思いますので、一つでも多くの舞台にお運びいただきたいなというふうに思いました、はい、ということで今日はですね、今ちょうど上演中の稲田組の気管の薬の舞台セットの中からお送りいたしました。今日のゲストは舞台照明家の高橋正和さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。